今日は紙コップを歩かせるよ。まっすぐたくさん歩かせる作り方だよ。電池に輪ゴムを貼ってまっすぐに進むエンジンを作るよ。まず単三電池からだよ。これは 45mm×50mm の画用紙。45mm を半分に折ったところに輪ゴムを貼るよ。電池より長めに切った厚紙を使って画用紙の折り目に輪ゴムを合わせるときっちりできるよ。 50mm に切ったセロハンテープで画用紙に貼るよ。画用紙を電池に巻きつけてセロハンテープで留めるよ。輪ゴムをつなぎ目に合わせたら 50mm に切ったセロハンテープで輪ゴムを貼るんだ。ここでね、両側から輪ゴムを伸ばして両方のたるみが同じくらいになるようにするんだよ。たるみがだいたい同じになったらセロハンテープをきっちり貼り付けます。今度は単二電池で作るよ。 80mm×45mm の画用紙の 80mm を半分に折る。あとは単三電池の時と同じだよ。ここでもセロハンテープを使うよ。セロハンテープも天然素材なんだって。輪ゴムも天然素材。今回もプラスチックを使わないんだな。紙コップをまっすぐに歩かせるコツは、乾電池と輪ゴムが傾いたり、たるみが違ったりさせないことが大事だよ。こうやって電池の裏側も端から端までまっすぐでしょう。セロハンテープで端から端まで留めるんだ。両側に同じたるみができるようにギュッギュッて伸ばしてからしっかりくっつけるのがコツってわけ。滑り止めに輪ゴムを巻きつけるよ。単三電池には3回巻いたのを2本かけるよ。電池は太いから二重にしてから2箇所にはめるよ。エンジンができたら紙コップに取り付けるよ。試作1号は単三エンジンを工作図鑑のやり方で取り付けるよ。100均の 205ml の紙コップに1って書くよ。コップの縁に切り込みを2本入れます。反対側にも2本の切り込み。輪ゴムを引っ掛けるにはちょうどいい切り込みです。さあ試作1号を歩かせるよ。後ろに20センチ引くとゴムがねじれて曲がったけど20センチ進んだよ。今度はまっすぐだったね。もう一回やるよ。まあまあまっすぐでしたね。試作2号はエンジンを取り付ける切り込みを変えるよ。1号のエンジンを使って輪ゴムの両側のたるみに別の輪ゴムをつなげるんだ。紙コップに2って書くよ。コップの縁の切り込みは両側とも1本にしたんだ。つないだ結び目を外にして切り込みに差し込むよ。余ったゴムはコップにかけるのでずれないよ。後ろに引くとなんだか軽いんだな。もう一回。
1号よりまっすぐに進むのと、なんといっても軽いです。試作の3号は単2エンジンだよ。たるみの真ん中に結び目を作るのがコツなんだな。試作3号の3って書くよ。切り込みは1本にしました。爪切りを使ってるのは子供の僕にも簡単だから、電池が太い分2号より深く入れたよ。後ろに20センチ引いてみるとすごく軽いけど進む力が弱い感じ。でもまっすぐ進むのは一番だし、もっといっぱい引っ張れば力は強くなりそうだなって思うな。それになんか動きがゆっくりしていて面白い感じがするよね。おさらいです。ねじりにくかった、ねじりやすかった、ねじりやすいけど20センチじゃ物足りない感じ。もっと長く歩かせてみたくて紐で引っ張ってみたよ。試作1号を1メートル先に置いてタコ糸を引っ張る。やっぱりゴムがねじれなかったか。試作2号を引っ張る。単3電池が回ってる感じがするな。50センチは進んだな。試作3号だよ。軽くていいね。あれ、おいおい、1メートルの糸が伸びきったので80センチくらいかな。次は 1.5 メートル先に置いてみたよ。どうだ。 1.3 メートルくらい歩いたね。今度は2メートル先から引っ張るよ。どん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  1.7 メートルだよ。今日のまとめ。1. 単3電池も単2電池も輪ゴムをちゃんと貼ることがまっすぐ進ませるコツです。 2. 電池から出た輪ゴムはコップの切れ込み1箇所で止めるのが輪ゴムをたくさん巻けて上手に歩きます。 3. 遠くまでまっすぐに歩かせるなら単3電池より太くて重い単2電池が向いています。紐で引っ張って遊ぶこともできます。4. セロハンテープも植物から作っているので、今日もプラスチックを使わない工作ができました。